今日の部分エクササイズは足、特にももを引き締める運動です。まず横になり、肘をついて、頭を手のひらで支え、上体はリラックス。片足を前に出して、その足を上げ下げします。ももの外側の筋肉を使いましょう。かかとを曲げていますか？肘を少し前に出してみてください。重心を前にかけます。今度は腰の位置からだいたい30度前に出したところで同じように足を上げ下げします。足首の力は抜いて、ももの外側の筋肉だけを使いましょう。ももの外側、この辺に効いているはずです。膝を曲げたり伸ばしたりしましょう。これはももの後ろからお尻にかけて効いているはずです。You got it. Good. We'll have hot legs, everybody. Reach in and out. 足を伸ばすとき、お尻をぎゅっと絞って。And squeeze. Tighten it all right here. Squeeze. In and out. In. Come on, everybody. This is the best way to lose. ももからお尻にかけての一番気になる部分をあと1センチ細くしましょう。Please look back here. Come on. And tight. In and tight.今度は膝と膝を合わせ、足を斜め上に伸ばします。これもももからお尻にかけてのシェイプアップに効果的なエクササイズ。足を伸ばすとき、お尻を絞るのがポイントです。止めて、足をぐっと伸ばして。OK、今使ったお尻の筋肉をマッサージ。足を変えましょう。上体はリラックス。足を90度前に出して上げ下げします。重心を少し前にかけて、ももの外側とお尻の筋肉を使います。You got it. Good. Working on those legs. Up and down. Good. Couple more.足を30度のところに、足首の力は抜いて、ももの外側の筋肉をしっかり使いましょう。足の付け根あたりを中心に足を動かしてください。足を伸ばすとき、お尻にぎゅっと力を入れるんでしたね。止めて、足をぐっと伸ばして、ももからお尻にかけて力を入れます。OK、マッサージです。The best part, our mini massage. That's it, good.
ゆっくり上体を起こし、片方の膝を抱え仰向けになります。背中の力を抜いて、今使ったももの後ろからお尻にかけてをストレッチ。膝を伸ばして足首を回しましょう。クールダウンに入っていますよ。これからは体の力を抜いて、今まで使った筋肉を伸ばします。膝を胸に近づけて、ももの後ろからお尻にかけてをよくストレッチ。足を変えましょう。腰を痛めないよう、手で足を支え、足首を回します。膝を胸に近づけ、ももの後ろからお尻にかけての筋肉を伸ばしましょう。両足を抱えて、ももからお尻にかけて気持ちよく伸びていますか？かかとをクロスさせ、足を手で押してゆっくり胸に近づけます。これもももからお尻にかけてのストレッチに効果的です。足を変えて、腰を床にぐっと押し付けます。膝を伸ばして、かかとを曲げたり伸ばしたりしましょう。ゆっくり上体を起こして、今度は上体を足のつま先の方へ倒します。お腹を引っ込めて、上体をぐっと伸ばして、足の後ろ側全体をストレッチ。背筋を伸ばして、手を後ろで組んで持ち上げましょう。肩のストレッチと足のストレッチを同時に行っていますよ。足のつま先を上に向けて、OK、 体を持ち上げて全身のストレッチ。ももの筋肉は体の筋肉の中でも大きい筋肉です。その部分を引き締めるには、それなりにハードで長い時間をかけてのエクササイズが必要です。ももの外側からヒップにかけてのエクササイズがこれ。上半身はリラックスさせましょう。次に曲げ伸ばし、足は下につけてはダメですよ。3つ目のバリエーション、膝と膝をタッチして上に伸ばします。いろんな型をすることによって、使う筋肉を微妙に変えてあげましょう。すると、その日一日を爽快な気分で過ごすことができますよ。それではまた。